ニコロンです。アシャンです。アイミンです。ワイパイ。ワイチワイウイエーイ。年末ですよ。年末ですね。ってなってくるとこの企画やりたいなと思ってたんです。チームワイのベストコスメ2020。うわあ！コスメ大好きな私たちが、今年いやーやっぱこれいいなって思ったコスメたちをちょっとご紹介したいなと。声優三姉妹チームワイ。ではではベース部門からいきましょう。おいおい、まずは私からいきます。ニコロン、じゃん。おっ、ミシャのクッションファンデーションです。出たー、ニコロンといえば、うん、今年一番使ったファンデーションが間違いなくこれ。うん、プロカバーを入れてるんだけど、やっぱりいいよ。安い。いや、そうね、とにかく安くてもうどこでも売ってるし、仕上がりもいい、効力もあるし。私はなんかマスク今年よくしてたけどさ、マスクのよれみたいなのもあんまり気にならなかった。おお、それはいいね。そう、クッションってさ結構うるうるになってさ、よれやすかったりするじゃない。優秀。パッケージも可愛い。マリーちゃんね、もうこれしかなかった、正直。迷うことなく、迷うことなくもうこれでした。では続きまして、はい、私です。ベース部門はこちら。お、じゃーん、ディオールスキンフォーエバークッションファンデーション。歌いとクッションや。2020年にして初クッションデビューだったら、うん、あーそっかそっかそっか。クッションファンでデビューをしまして、見た目がすっごい可愛いと思って、ここがねフニフニになってて、なんかキルトッチっぽい感じなんですけど、ちょっと見た目買いしたのよ、うん、正直、うん、パケ買いしたんですけど、うん、色がすごい合ってて、そうなの。私使ってるのは一番明るい色なんですけど、すごい色が好きで、なんか黄身っぽくならないから、黄身肌になるのがすごい嫌なので、ニュートラルな色なんですごくお気に入りですね。それこそミコロに教えてもらって使っているんですけど、やっぱ直しやすいですよね。確かに崩れた時にも自分化粧ちょっと上手になったんじゃないかなっていう。クッションファンデって塗るのが簡単だから、テクニックがいらないよね。本当に綺麗に仕上がるから、私ももう虜になりました。おパフはミシャです。いや、そうなの。ミシャのパフいいのよ。やっぱりハエで、そう、売ってんのよね。あ、私もさ、そう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 、クリアのキルカバー使ってた時は、うん、結局ミシャのパフにしたら相性良くて、うん、え、そう、グリオクケルミシャ。パフも重要ね。パフ大事いいんだ。そんな感じです。なるほど。はい、じゃあ続きまして、あいみのベース部門、はい、ベスコスはこちらです。おー、キャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーです。うん、これね、もう言わずと知れた名品ですよ。でございますよ。まあ私あの毎日メイクで紹介した時、うん、あのミラコレとか使ってたと思う。あ、そういえば、はいはい、なんだかんだやっぱこれに戻っちゃった。これから以前も使っててこれを、うん、でそっからいろいろ試してみたのよ。でもやっぱこれコスパもいいし、うん、カバー力もすごくない？カバー力すっごい。メイク直しの時とかめちゃめちゃいいし、これ1個持ってればって感じだよね。戻ってきちゃいましたね。質感がいいよね。質感いいね。ふわっと本当にマシュマロみたいなさ、ね、いい大きさがそう、うん、いいのよ。色もねいい。おお、合う。おお、合ってる。そうなんだ。変な白さじゃなくて、うんうんうん、明るく見せてくれるっていうかさ、うんうん、そう、うん、それがすごい好きです。うんうんうん、ベタ褒めじゃないですか。チーム Y。ということでじゃあ続いては、はい、アイメイク部門いきましょう。はい。はい、まあアイメイク結構いろんなものね。いやー、ですよねー。私たちが選んだもの、うん、では。ニコロン編いきます、はい、ボロボロで出すの恥ずかしいんですが、やっぱりもうこれルナソルのジェミネートアイズ01番 OR、うん、オレンジのやつ。毎日メイクでもそう、ね、もうね、本当にいいんだよ。合ってる合ってる、ニコロンにね、色味も合ってるし、なんか絶妙なんだよな。派手にしたい時と落ち着きたい時と、確かにどっちも作れる、うん、色してる。おしゃれ色よね。そう、真ん中のねギラギラのこうラメもさ、真ん中、まあ、使う機会ないんだけど、このちょっとグリーン、グレー、でもまさに今の季節にもぴったりな色してるね。そう、秋冬もいけるし、こうちょっと春夏もいけるみたいな、全季節いけちゃうけど。では続きまして、はい、私です。私はこちら、じゃじゃん、コスメデコルテアイグロウジェム RD400。おお、アイグロウジェムなんですけど、うん、アイグロウジェムとは、アイグロウジェムとはですね、手に出してみると分かるんです。フリ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 ちゃう、フリフリしてるの？ふわふわ、うーん、マシュマロみたいな、それこそさ、あ、
にしてるんです。ソードマットみたいな、ちょっと柔らかいみたいな、ちょっと柔らかいみたいな、普通のシャドウと違って、うん、こう指でつけるのが、まあ、主流とかチップでもつけられたりするんですけど、この質感がすごい良くて、出だしの頃とかすごいバズってた、ね、やつなんですけど、結構ピンクのシャドウを使うことが多かったんけど、うんうん、やっぱ夏にやっぱピンクちょっと暑苦しいなって思うようになってきて、うん、なんか赤っぽい色使いたいなって時にこれを見つけて、どのベースの人でも使えるような、赤色してて、今つけてる、今つけてる、ちょっと足したりもしてるけど、今日違うなと思った、かわいい、かわいい、うん、そう、発色めちゃくちゃいいね、馴染むんだね、こう赤だけどさ、そうやね、うん、赤っぽくないというか、うん、確かに肌に馴染むいい色なんですよ、ほんとアイブロウジェムは全部好きで、質感とかもなんか物によってラメとかもあったりする、これはマットないけど、うん、濡れ感ある色っぽい感じのものだったりとか、うん、今年はこの赤が私的にはドンピシャでした。かわいい色。私のアイミ的ベストコスメはこちら、じゃーん、おキャンメイクのクリーミータッチライナー03番です。おアイラインですか。はい、またキャンメイクなんですけれども、本当だね、これが毎日メイクでも使ったかな。これ茶色が2種類ぐらいあって、この濃い茶色ともうちょっと薄い茶色、どっちもこう日によって使い分けたりしてんねんけど、うんうん、もうこれがまあ漏れる漏れる、私の目って結構そのメイクせんかったら眠たく見えちゃうんやけど、シャドウ濃くしたりとか、うん、黒のリキッド太くしたりとか、いろいろ試したことあんねんけど、うん、これが一番漏れるっていうことに気づいて、ジェルがいいんや。なんかいろんなさペンシル試したけど、うん、もうこれが抜群に一番いい、うん、確かにジェルやけど細めやね、書きやすくて、うん、落ちにくい、しかも全部それだけ、これだけじゃない、目尻リキッドだけ、真ん中のとこ、これだけ、うんうんうん、へー、上からシャドウやってぼかしたりするけど、うんうんうん、だから眠ための人とかおすすめです、これはっきりする、ちゃんとストレージ映えもするし、おいいね、なるほど、チーム Y では続いてリップ部門いきましょう。リップですね、リップね、もうリップ大事な、リップ気になるよ、リップですが、リップは買っちゃうよねだって何本あってもええしなって思っちゃうもん、買っちゃうのよ、ちゃうんだけど、どうこれを出させてください。お、もう殿堂入りとさせてくださいね。こちら出ましたの。エチュードハウスのウォーターティント03番オレンジシロップ。私の唇はもうこれがないと作れません。ダメなのよ。これがなきゃダメみたい。ニコロのやつだって全部毎日メイクのやつじゃない？うん、あ、そうかもそうかも、ね、今のところ。同じやつを何ずつ使うのよ。そうなの。あいさちゃんからもらったね、リップとかさ、うん、GU のさ、この前買ったリップとかも重ねて使うんだけど、はいはい、どうしてもベースはもう絶対これがいいのよ。いやでも似合ってるもん。うんうん、鮮やかな、うんうん、オレンジって実は意外とないから、ね、なんかおしゃれになっちゃうの。オレンジリップってテラコッタ、テラコッタ、テラコッタじゃないのよ。オレンジやねんな。そうなの。鮮やかな方だよ。鮮やかな太陽みたいな感じ。はいはいはい、はい。完熟オレンジみたいな。顔色明るく見えるもんな、それ。そうなの。これをつけるだけで一気にね、肌の色も明るくなるの。おお。いいオレンジ。出会いましたね。出会っちゃいました。もうこれが廃盤になったらもう私からも。そうやな、もう。100本くらい多分買うと思う、一生分な一生分買わないといけないくらいなるほど、っていうくらいもう人生コスメです。おー、人生コスメ出ました。では続きまして、私のリップ部門、はい、優勝者はこちらです。でれーん、アンプリチュードクリアリップコートリップグロスです。これね、あのそうリップコートって言って、もともとこう塗った色の上の守ってくれるというか、色落ちしないためのツールなんですけど、コーティングしてくれるってこと。そうそうそう、最近発売されたやつなんですけど、めっちゃやっぱバズってて、そうなんだ、そう、結構やっぱ手に入らないみたいな、私もメイクさんにこうプレゼントしてもらってゲットしたんですけど、めっちゃいい。何がいいって、なんかさ、質感がグロスなんよ。え、そう、リップコートやけど、コートやけど、なんかそうパリッとか乾いたりとかせんと、うん、そのリップのツヤツヤ感とか塗るとかみたいなのを残しつつコーティングしてくれるから、うん、もう嬉しい、嬉しいな、塗ってみてほしい。塗りましょう。どんな感じなの、先は。先がね、スポイトじゃないんですよ、こう見えて。なんかスポイトに見えるよね。うん、スポイトタイプやってんけど。あれ、スポイトタイプ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、今気づいたわ。スポイトやん。私さ、
ずっとさ、このままこれを垂らさなあかんやと思ってて、ここにスポイトあったわ。え、全然気づかへん。どういうこと？全然気づかへんかった。まあ、結果スポイトというか、スポイトでした。スポイトであることに今日気づけてよかった。よかったです。手に垂らして。手に取るんだ。そう、推奨は指っていうか、な感じで。あら、あら、うま。お、ツヤ。おー、あ、いい、次。おー、いいね。キープされるよ。される。マスクにさ、リップさ、つけた時な、もうマスクにもついちゃうやん。そういう時にこれつけて10秒ぐらい待って、マスクしたらもう結構全然つかへんくなるし。ご飯食べても？ご飯食べてもそんなに落ちへん気がする。やっぱさ、マスクさ、するからさ、ま、なんかリップつけたくないなとか思っちゃうけど、やっぱでも外した時に色あったら嬉しいなって。そうね、そうそうそう。思ったら、やっぱリップコートって割とね、今の時期大事なんじゃないかなと。確かに。ということで、こちらおすすめでございます。はい、リップ部門、リップ部門、あいみ的リップ部門、ベストコスメはこちら、じゃーん、ね、アピューのジューシーパンスパークリングティントでーす。名前可愛いね。私さ、ずっとさ、オピューやと思ってさ。え、オピューやちゃう。見て、アピューって書いてる。今、アイミーにオピューやでって言おうとしてる。この間、メイクさんと話しててさ、絶対オピューですよねっていう話しててんけど、ここにははっきりカタカナでアピューって書いてる。オピューとアピューがあるんじゃない？別ブランド。ジューシーパンティント自体は別の商品持っててんけど、スパークリングティントってやつで、虹色のラメみたいなちょっと、あ、なんかスケ感あるんだね。チラチラ光ってる。そう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 、だいぶ細かいラメあるな。そうやね、色落ち全然しなくって、食べても飲んでも、しかも潤いも継続すんの。え、すごいやん。アピューかえって思うやん。レンジありますそれ。いろんな色ありました。めちゃ食べて飲んでみたいな番組あってさ、それでもずっと残ってたし、乾燥もせんかった。私すっごい乾燥しやすいんやけど、うん、せんかったし、あとこの何よりものポイントは、うん、この唇の内側にのせても、うん、ハベにしないってところ。ここね、ククってさ、怖くてあんま濡れへんやんか。やっぱり欲しいねんだよ、私的には、うん、内側ってなかなか、しかも色づきにくかったりもするしな、ハベに今んとこしてないから。すごい。じゃあもうすぐついて、もう浸透するっていうか、なのかな、定着するのかな。すごいね。で、このラメのおかげでさ、縦じわとかも目立たんくなるから、うん、これ最近出会ってベスコスに輝きました。え、すごいよ。食い込みました。私もさ、ここの好きやで、めっちゃリップ。あ、ほんま。そうなんだ。いろんな種類あるよな、うん、これに出会わんかったらロムアンドが来てたとこやけど。あ、そうだよね、だいぶそうやな、ずっと使ってたよね。いいね、それも。これに出会ってしまったら、もうこれしか今とか。わー、気になるわー。チームワイでは、はい、最後ですね、その他部門、おツールだったり、いろんなものの中でのベスコス、気になる、発表していきましょう。選んできたんよ。では私、うん、こちら、ああ、はいはいはい、はい、キャンメイクのシェーディングパウダー05番、うん、今年発売されたばっかりのものなんですけど、いやー、いい色なんだわ、うん、このシリーズ結構前からずっと出てて、うん、これの前に04番とかかな、うん、あのブルベ用のあやさちゃんが持ってるやつかな。そうやな、若干ちゃうんやつ。ちょっとちゃうの、違うの。このブルベ用の方がちょっと赤みがあるのかな。あ、そうそうそう。で、こっちのさ、赤みころのやつのグレイッシュな、イエベ用のグレーみたいな色だったんだけど、いや、この色は絶妙なんだよね。発売されたばっかりでさ、ここ見えてんのよ。相当濃くしてる。相当使ってる、うん、こういうのについてくるさ、こういうブラシってあんま使わないじゃない、うんうん、これが私さ、毎日メイクとかで見てくるさ、ここに入れるのよ、うんうんうん、シェーディングを下の方。そう、ここにね、もうフィットする。確かに。そう、ゴリゴリ入れまくれる。でもいいんだ。それ嬉しいな。シェーディングのやっぱ筆ってさ、大きめじゃない。確かに、持ち歩きたくないじゃない、うん、これ。そういうの嬉しい。嬉しいね。嬉しい。この色めちゃくちゃいい。これも多分リピ買いするだろうなと思って。キャンメイク続々と入手してますね。いやー、やっとだね。試しやすいやん、安いから。そうやね。それが強い。そして特にな、やっぱシェーディングとかさ、うん、そういうツールとかちょっと、うん、なんやろ、メインじゃないところみたいなのってなっていいよな。そういうプチプラで使えると、見せるのはね、嬉しい、うん、では、はい、私のその他部門はメイクと言いますかなんですけど、うん、こちらです。L10 がポイントケアスティックヘアスティックでー。出た出た。今年に入ってすごいメイクさん持ってる。持ってる持ってる持ってる率の急上昇率、うん、なんかすごいんですよ、うん、これは何かと言いますとですね、はいはいはい、例えばちょっとアホ毛、あら、アホ
時が困っちゃった。困っちゃった。ちょっとどうしよう、どうしよう。そんな時にこちら。シュン。このね、あのマスカラの5倍ぐらいふさふさの毛があるんですよ。それをですね、この髪とかに沿わせてスッてすると、うん、収まってくれるんです。短いさ、生まれたての毛とかあるじゃないですか、うん、キュンってなってる、あれすごい恥ずかしいからさ。でも例えば自分でヘアメイクせなあかん時とか、もうどうしたらいいんやろうって時も、ほんとこれで出会ってほんまによかった。自分でヘアメイクする時ってほんとアホ毛がね、そう、うまく髪がまとまらないから、ほんとに便利。ミルボンのやつなんですけどね。リピが2個目ですね、今。おお、そうなんだ。リピ買いしてます。5個の。いや気になってたんだよね。やっぱ1個乗ってたら全然違う。このサイズだしさ。そうなのよ。ポーチにポッて、ね、入れててもかさばらないし。今までだったらまとめ髪スティックとか。あ、そうそうそう。そのまとめ系のやつより軽くいけるよね。ぺったりしちゃうじゃないですか。そうそうそう。ふんわり感も残しつつできるから。ね、Amazon で見たらね、1340円やった。1500円前後かな。いいね。そうそう、見つけたら買うわ。おすすめです。じゃあ、はい、最後ですね。はい、私のその他部門お、ベストコスメはこちらです。じゃん。あ、クラランス V コントアセラム。あ、これ去年の誕生日にミコロンからもらったんですよ。そうだったんや。そう。美容液なんですけど、うんうん、化粧水とクリームの間にやるんですけど、リフトアップが半端ない。するんですよ。やっぱします、する。だって今日私これしたけどさ、うん、よくない、ピッ、あ、すごいピッとしてるよ、うんうんうん、した人しない人じゃ全然違う、全然違う、顔もだし、うん、全然もだし、うんうん、全部できるんですけど、これはもうイベントの日は絶対してるし、嬉しい。リピ買いというか人生コスメレベルに、あれ、本当、うんうん、もう教えてくれてありがとうって感じ。よかった。しかも持ちも案外いいの。あ、いい、確かにワンプッシュぐらいだってこれ、もうミコロンからもらったやつまんまだもん。え、約1年、うん、1年経ってるけど、すごい。毎日使わないからっていうのもあるけど、うんうん、ちょっとね、リフトアップしたいって方はぜひぜひチームアイということで、私たちのベストコスメ2020をやってきました。うん、嬉しい。憧れの企画やったからね。そうそうそう、美容系の YouTuber さんとか毎年年末にねされてるイメージやったから、うん、見るの大好きだもん。だって参考にしたりとかね。ねえ、いや、ちょっとキャンメイクすごかったから、ちょっとキャンメイク縛りメイク、いやいいね。いけちゃう、いけちゃう、いけちゃうね、うん、確かにそれもいいし、プチプラ部門とそのデパコス部門みたいな、確かにどっちも知りたいなって思っちゃった、うん、確かにバランスよく結構出てたよね。確かに、うん、趣味にしていてください、うん、はい、ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。チームワイのエコバッグができました。イエーイ。中はこんな感じ、しまうとこんな感じ、詳細は概要欄をチェックしてください。ゲットし